キャリアを考えるとということでで見てきたわけですけすれども今回は移動機会の獲得とかあるいは転職をまあ意識する時、まあ、実際そんな時になった時に正しい動き方を理解しておくってこと非常に大事だと思いますので、まあ、改めてそこについて確認しておきたいと思います。 まず、えーまあ、例えば社内であれば、えーまあ、どっか行きたい部門があって、まあ、移動するっていうことそれから社外であれば、まあ、いよいよ転職って話になるんですがまず動き出す前に。 転職市場とかあるいは自分を取り巻く環境などを分析しながら、まあ、どのタイミングで動くのが一番それがいいのか、まあ、そんなことをしっかりと目標をすするとということですね、まあ、社内移動であれば当然何らかの実績があればあるほど説得力を増しますので、まあ、まずはその何らかの実績を得ることを最初にしてそれが得れてから転職とか社内移動を考えるそんなことだったりとかですね。そして え次今度は仮決めした目標に対してアプローチする社内ポジションとか転職の場合は企業あるいは職種を絞り込むということで、えー、まあ明確にこの部門この人のこのもとって1個だけ決まっていればいいわけですが、まあ、それ以外も、まあ、例えば経営企画もいいし事、まあ、業企画部もいいし新規事業の立ち上げでもいいしとか、まあ、いくつかの候補がある場合があります。 でもちろんあまり最初から絞り込みすぎずにですね広く見ながら、まあ、自分の方向につながりそうなものであれば、まあ、ご縁っていうものもあるかもしれませんので、まあ、そんなこともイメージしながらできるだけ幅広に考えつつも、まあ、特に転職の場合は、まあ、どこの企業でもって言ったらあのどこも逆に引っかからないということも多いですので、まあ、ある程度絞っててこともともも大事ですで。それに対しさらに、えー、今度は自分の売りポイントですね。 なんで自分がそこにふさわしいのかってことを相手に説得して、まあ、それが伝わらないと最終的におそらく希望はかなわないと思いますので相手の立場にしっかりと立って、まあ、自分の魅力をか語れる、まあ、そんな自分のキーワーワドですね言葉をしっかりと磨いていてくことがとがても大事ですでこれらをもとにじゃあいつどのように応募するのかどれぐらいのまあ報酬とかまあ条件を要求するのかそんなことを検討していくというふうなプロセスになります。 でそれぞれ、えー、注意するべきことですね改めてこのプロセスにとってますまず一番最初の段階ではあの絶対大事なのはこれですねやりたいやりたいって言ってもいやその能力足らないやんって話になると、まあ、やっぱり、えー、説得力がないですので自分の能力が、まあ、必要とされる能力を満たしているのか、まあ、ここはしっかりと自分に甘くではなくって厳しく矢印を向けることが大事です。 それから、えー、まあ、実際絞り込んでいくプロセスの段階では、まあ、常に比較できるオプションを持っておくこと、とても大事です。あの、まあ、あとは、その会社との交渉力的なものも意識すると良いかと思います。で、決して先にやめる意思表示をしないということですね。 であのまあ、この辺りのプロセスでは明確に転職するとか移動するとか決めてない場合も、まあ、あの継続的にまあ外部の情報に目を向けて自分が一体その今の仕事と比較してどうなのかそんなことの情報を取り続けることもとても大事だと思います。よくあの私はグののの学生の方にもお勧めするのが まあ、この瞬間明確すごく満足して仕事をしていたとしても、実は自分にもっと合う仕事が世の中には広がっているかもしれないので、まあ、その可能性を閉ざさないように、まずはエージェントに一つぐらい登録をして。まあ、何らかのそのポジションの情報をしっかりと、えー、見続けるようにと言っています。そうすると、まあ、自分も知らないような職種の紹介をされたりとか、えー。ワクワクするような企業に出会っちゃうこともあるかもしれません。で、いろんな情報を見て初めて、今の仕事と比較して、あど、それが楽しそう。やっぱり人間って。 相対比較の中で生きてますので、まあそういった比較の情報を常に持ち続けることはとても大事です。同時にそれによってあ今の仕事やっぱり恵まれてて自分に合ってるんだって思える場合も多いです。そうなればなるほどまあ自信を持って今の仕事がいいという風うな状況にもなりますので、まあ、いずれにしてもそういった選択肢を持ち続けることはとても大事じゃないかなというふうに思います。そして、えー、自分のチームをちゃんと 理解をして、まあ、魅力ある言葉ですね自分を表すキーワードそんなことがすっと言えるように、まあ、そこまで自分の理解を進めておくということそれからどんな時もそのキーワードじゃなくって、えー、まあ自分が移動したいあるいは転職したいと思っている相手に合わせて、まあ、その言葉を調整していくそんなこともとても大事です。そして最後ですね、まあ、あのよく 移動がいいのか転職がいいいいののかか転職そんな質問を受けますが必ず言うのはまず社内で移動することを考えるよううにということといこです、まあ、とは言っても、まあ、その会社ごと、えー、状況がなかなか厳しいということであれば、まあ、それはその日じゃないんですけれども当然今の会社の方が、まあ、ちゃんと仕事をしてきていれば、えー、それなりに人脈もあって実績もあってアピールできる点もあるし何よりも業界理解それから会社そのものの知識っていう部分もあるんだと思います。 やはりまずはそれを活かせる方法を考える方が当然相対的に強みはありますのでまずは社内から考えるそして、まあ、やっぱり社外社内には残念ながらもうないなっていうふうに思って初めて社外の場合はエージェントを使われる方も多いと思うんですが。 まあ当たり前ですが一番最初のエージェントの登録の段階の面接面接というか面談ですが、まあ、実質面接ですので、えー、まあその相手はこの人は紹介に足る人材なのか、まあ、そんなことを見極めようとして会われてますので、まあ、そんなこともしっかりと意識しておくことが大事ですしそしてまあ最後は動く時期を決める、まあ、いつかと思っていると多分延々にできないですので、まあ、自分で期限を区切って考えていくっていう発想はとても大事な部分だと思います。 え特に20代30代というふうなキャリアの前半でま大事なことについてお話しておきたいと思いますまず一番この年代で多いのがまあ一つはやりたいことをやらせてもらえないんですよねっていう言葉ですでもこれってやっぱ逃げなんですよねえ大事なのは自身の価値観を理解をしてまあ、そんな中でも自分が自分自身でまその仕事の意味合いを見つけて意味付けしてやりがいを持って仕事をしていくそういった能力もま一つの能力なんだと思います それから、えー、この仕事って意味あるのみたいなことも考えてしまうこともあるかもしれませんが、まあ、当然会社の中ででああるるとこは意味があるんですよね狭い世界ではなくって会社全体全社からの資材をしっかりと持ってそれから視野を広く持って、まあ、いろんな立場の視点から上司から見たら自分はどう見えるんだろうとかあるいは若手社員ってどういうふうな会社の中での位置づけなんだろうとか少し視点を変えながらまあ自らの役割を客観的に捉える、まる、あ、そんな努力はとても大事だと思います。 そして究極的にはやりたいことをやらせてもらえないっていうことをちゃんと上司に言ったのかということも問われると思います、えー、こ,っちこそっと言ってるだけじゃなくって、まあ、ちゃんと正面からあの本当に努力をしたのであれば、まあ、やりたいこれやりたいこんな能力開発しましたからぜひやらせてくださいと堂々とやはり言うべきですよね。 それから学び成果を上げることで自分への自信となって、まあ、その自信から最後自分の可能性を信じられるようになって、まあ、何らかの思いとか、まあ、こういうふうなやっていったら自分は勝ち出していけるそんな自信が生まずは、えー、少しでもいいのでスモールウィンを積み重ねながら、まあ、自分の可能性ってまだまだあるんだなってことを自分でしっかりと肯定的に捉えて自らのキャリアを切り開いていくそんな意識がとても大事だと思います。 そしてやはりどんな人に出会うかどんな仲間に囲まれて毎日を過ごすかこれ本当に大きな差が人生が変わるぐらいのインパクトまあね赤ちょうちんで、えー、上司の愚痴ばっかりこう言い続けてるような仲間とずっといるのかあるいは、まあ、そんな状況すら自分たちで変えようよできることは何だろうっていうふうに捉えて、まあ、キラキラした、まあ、そういったことばっかり考える仲間と一緒にいるのか、まあ、それによって自分の考え方とか、えー、もう非常に変わっていきます。で同時に あのやはり最後いろんなこうビジネスの世界って情報が大事なわけですが情報はいろんなネットワークから入ってきますで、まあ、当然良い情報貴重な情報っていうのはどこから来るかっていうと、えーまあ、貴重な人脈から来るんですが、えー、と人脈の関係はギブアンドテイクなので一方的に自分がその情報だけを、えー、取るってことはできないですよね。そうすると、まあ、お互いに役に立つ人材ってなると、まあ、いい人材と付き合いたければ自分のレベルをしっかりと上げていくそんな発想がとても大事です。そして まあやはり最後は今から学び成長し続ける人と、まあ、そうではない人においては、まあ、10年後に圧倒的な差がつくと思います実力もそうですし実績もそうです経験もそうですし、まあ、何よりも積み重ねてきた中での人生の充実像というところが圧倒的に変わってくると思いますので、まあ、まずは、えー、今自分ができることをベストを尽くしてやりきったと言えるまで、えー、頑張っていくとそういったマインドセットが大事だと思います。 で最後にですが、まあ、キャリア開発と能力開発の関係ということですが当たり前ですが能力のの開開発発ななくしてキャリアの開発はできないできいす同時にこんなキャリアの方向がいいなっていう計画なくして能力開発はできないですので、まあ、自分が一体どういう方向に行きたいのかキャリアを考え続けることそれから 時代の変化を見見極極めめてて感じて見極め続けることそしてまあ同時に自分を高め続ける努力がまあ必要ということは、まあ、これはあの絶対的な部分だと思いますので、えー、まあいろんな刺激があるかと思いますけれどもまずは緊急性はなくてもまあ自分にとって重要なことが一体何なのかその意識をしっかりと持って考え続けていっただくことが非常に大事だと思います。